千人サボテンはサボテン科に分類されるサボテンの一種。アメリカ大陸原産だが、ヨーロッパやアフリカ、オーストラリア、日本などの世界各地に定着しており、侵略的な外来種として問題になっている。北アメリカ、中央アメリカ、南アメリカ、バミューダ諸島、キューバを原産地とする。ヨーロッパ、アフリカ、イエメン、オーストラリア、ニューカレドニア、ソロモン諸島、香港、 日本などに移入分布する。多年生草本。2メートルほどの高さまで成長する。黄色や赤みがかった花を咲かせる。農耕地、草地、牧草地、低木林、市街地、海岸砂丘など幅広い環境に生育する。果実を食べに来た鳥類によって種子が散布されるほか、栄養繁殖も可能である。在来種の植物の生育地を奪うなど、 世界中で植生に甚大な影響を与えていることが報告されている。また、鋭い差しを持つため人や家畜が傷つく被害も起こっている。国際自然保護連合が選定した世界の侵略的外来種ワースト100の一つにリストされている。日本では外来生物法によって要注意外来生物に指定されている。 A.B. 専人サボテン国立環境研究所、侵入生物 DB、D.B. ハット U.S.D.A. プランツプロフィール、オプンティアストリクタハット A.B.C. 中村つよし、佐藤昭子、小林俊、伊沢雅子、伝太哲郎、横田正史、世界の侵略的外来種ワースト100の一種、専人サボテンオプンティアストリクタの北大東東への、侵入とその防除法、日本植物分類学開始第9巻、 第2号、2009年、159から165ページ。滝康彦財団法人自然環境研究センター。決定版日本の外来生物平凡社、2008年4月21日。ISBN 978から4から582542417。ありがとうございます。